北の中心都市仙台。都会と自然が融合した穏やかなこの町に東北大学はあります。2017年に創立110周年を迎え、先人たちが貫いた研究第一主義、門戸開放、実学尊重の理念は多様性を生み、さまざまな道を作りました。川内キャンパスは旧青葉城内に位置しており、全学の 1,2 年生が全学教育科目を受講する川内北キャンパスと、文学部、教育学部、法学部、経済学部がある川内南キャンパスがあります。本学の付属図書館本館が設置されているのをはじめ、近隣には宮城県美術館、仙台市博物館、仙台国際センターなどが点在する仙台随一の文教地という環境にあります。青葉山キャンパスは豊かな自然が現存する場所でありながら、地下鉄東西線で仙台駅から最短9分と利便性も両立しています。理学部、薬学部、工学部が設置され、さらに2017年には農学部が移転したことをきっかけに、新たな共有スペースとして青葉山コモンズが誕生しました。青葉山コモンズは農学部講義室、図書館文館、自主的な学びと交流のためのスペースラーニングコモンズ、食堂、売店、保健室からなる複合施設であり、新キャンパスの学びと憩いの場になっています。また国際色豊かで快適な生活環境を提供する学生寄宿舎ユニバーシティハウス青葉山も新設され、国際社会で活躍できるグローバルな人材の育成を目指しています。清涼キャンパスは医学部、歯学部が設置され、大学病院なども隣接する地域医療の中核的拠点となっています。専門分野が細かく分かれており、高度な知識を身につけることができます。南に15分ほど歩くと県庁、市役所および東北一の繁華街である一番町があり、とても便利な場所にあります。仙台市中心部に位置する片平キャンパスは、1907年に東北帝国大学が創設された本学発祥の地です。KS 磁石工に始まる金属材料研究所、光ファイバーやフラッシュメモリ、垂直磁気記録、スピントロニクスの電気通信研究所など、世界的な研究成果を上げている研究所や大学本部などが設置されています。東北大学では多様な道を切り開くための支援として、東北大学グローバルリーダー育成プログラム、海外留学プログラム、アントレプレナーシップ教育、人工知能やデータサイエンスを身につけるための実践教育など、特色ある取り組みを行っています。創設当初より新たな時代を切り開く開拓者であり挑戦者であった東北大学は、その功績とともに、これからの世界最高水準の教育研究活動の構想が認められ、2017年に指定国立大学法人に指定されました。東北大学は創造と変革を先導する大学を目指し、挑戦し続けます。